さて、今なんですけども、こちら亀有にあります亀有ファイティングビューティーのスタジオです。はい、僕がね、そのインストラクターもやらせていただいているスタジオなんですけど、今日は先輩があの動画手伝ってくれるということなので、ちょっと、はい、遊んでまーす。じゃあ、先輩、軽く自己紹介お願いしていいですか。亀有ファイティングビューティースタジオ、インストラクターの伊藤武雄です。よろしくお願いします。はい、僕の大先輩です、はい、というわけでちょっと今日はあの伊藤先輩に手伝ってもらってちょっとしたねヌンチャク対、まあ、刀のアクションなんかを撮ってみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこれからまあアクションちょっと軽く作っていくんですけども、まあ、ヌンチャクと刀だったらまあ圧倒的に不利なんですけども、まあ、アクションということで、まあ、ちょっとね、ファンタジー入ってますんでご了承ください。はい、構えていただいて、そこから攻撃どうきますかね。まずケサ、わかりました。じゃあケサ来るので、じゃあ僕ここから攻撃も、はい、柳で避けます。はい、柳で避けたら僕じゃあちょっと足狙いますね。足、はい、ポン、はい、そしたら他にちょっとどう来れますかね。打ち込んでたら続くか、続きます。あ、そうするとじゃあついてもらうと、そうですよね、こう来ますね。じゃあポンポン、もうじゃあ僕前回り受けにしちゃいます。はい、じゃあ来たのに対してこっちで、はい、はい、こういう感じです。もうこう来た、前回り来た、さ前回りこっちは後に、じゃあ僕切り上げます。はい、はい、はい、そしたら切り上げの時だから、じゃああの嘘でこういうやついいですか。この後、あ、そうですね、はい、はい、で、したらこういった後に、じゃあちょっとあのすれ違うやつをやりたいと思うんですけど、したらちょっとね、トさんじゃあ足狙ってもらおう。こういってから、で、ちょっとできれば飛びたいところなんですけど、こっちに、どっち、あ、でもこっちね、どっちかな、こっち飛びます、じゃあ、はい、さあ、からの、こうといって、はい、はい、で、こういったら、そうですね、覚えてるんだろう。ということでね、ちょっと、さかのぼってみましょうか。まず、まあ、ここで構えた、来たら、こっち、こっちで、こう、こう、で、切り上げからもこう、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 で、で、から、そうだな。じゃあ、こう来ました。こう回りまして、ちょっとどう攻撃これますかね、こう来るぞ、あと。はい。
そしたら真っ向してもらっていいですか。これいきます。はい、どうも背中いきます。はい、背中叩きますので、背中いやーバトンとか。はい、そしたらどうしようかな。背中バンで、じゃあ、背中バン叩いて、もう一回、じゃあ、そこですもんね。そこだと。ここだと。あ、じゃあ、開き始めてますね。焼けば開くんですよ。まあ、こうしたら。開き、こっちですね。焼けば。なので、じゃあ、はい。で、バコンって、開いてこっちに行きます。まあ多分わかんないかな、まあ、わかんないかな。分かんなかったんじゃないですか。うん、まあ多分いいと思うんですよね。いいじゃん、大丈夫だね。映像マジックです。ああ、そうですね。はい。あれ？なんかね、今更気づいたんですけど、なんかまあいろいろ今なんかいっぱいチェックしてみたりしましたけど、これ二人とも青くないですか？青いですよね。青いね。これいいですかね、これで。どうしましょうか。これ使いましょう、これ。あ、これやばい。着替えちゃったね。着替えちゃってましたね。ね、そう、後付けでこう撮ったんですけどね。まあ、もう着替えちゃってましたね。まあ、ドラマじゃないからね。つながり。ああ、そうそう、まあ、別にいいですよね。まあ、ね、ちょっとね、ちゃんとこのバラエティっぽく撮ろうと思ったんですけどね。爪が甘かったですね。まあ。いいじゃないですか。そうですね。まあまあ、というわけで、もうちょっと着替えてもちゃんと撮りましたのでね。はい。はい、じゃあ、まあ、うまくいった映像あるんで、ちょっとご覧いただければと思います。どうぞ。頑張りまする、ガンママサイです。決まった。ありがとうございました。あ、じゃあすいません、伊藤さん、最後までちょっとお付き合いいただきありがとうございました。はい、ね、もうなんかこのレッスン終わった後にちょっとこの、ね、付き合っていただいたんですけれどもね、伊藤先輩、昔からこうやって付き合ってくれるんですよね。そう、だからこれまでね、挙げた作品の中にも伊藤さんに撮ってもらったりとか、ね、出てもらったりとかいっぱいあるんですけど、まあ、よかったら遡って見てみてください。はい。というわけで、はい、で最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。伊藤様ありがとうございました。ありがとうございました。また。